先ほど岡さんも伝えてくれたんですけども、はい、あの熱帯夜が続いていくと寝苦しくなるじゃないですか、ね、暑いですよ ね、さてそんな中でというところで、はい、いかにこの熱帯夜を快適に乗り切っていけるのか、睡眠の専門家であったりとか、はい、熱帯夜の注意点と快眠のコツを伺ってきました。寝るときにはですね、あの足と手を広げて寝る、こうやってするとですね、熱がこもりますので、はい、大の字で大の字になると。先生も大の字になるんですか？まあねお話を伺ったのは日本睡眠学会専門医で福岡浦添クリニックの山口院長です。心強い。寝苦しい夜が続くと不眠症に注意が必要なんだそうです。不眠と不眠症は違うんですよね、はい、不眠はこう眠れないというだけで昼間の生活あんまり支障ない人、うん、不眠症というのは不眠症状があってかつ昼間の生活に支障を来す、仕事中に眠たいとか授業中に眠たくなると、血圧が高くなったりとか頭痛が起こったりとかですね、あとはもう交通事故を起こすとかですね、そういった症状があればですね、あの病院受診した方がいいでしょうね、うん、不眠症をそのままにしておくと大きなトラブルに発展しかねないということなんですね。さて快眠のポイントは2つ。1つ目は体温を下げることです、はい、自分の体温を下げるということで一番重要なのは寝る前の1時間ぐらい前にぬるめのお風呂にゆっくり入ってですね、38から40度ぐらいですね、15分か20分ぐらいですね、ゆっくり入ると風呂から上がると体温が下がってくる、そこで人間というのはこう体温、昼間 あの眠気を引き出すのでそこで、寝るということですね。お湯の温度が高すぎると交感神経というのが活発になって興奮状態になってしまうので就寝前の入浴には適していないということなんですね。なるほど。さて快眠のもう一つのポイント、寝る環境、つまり寝室の温度を下げる、はい、もう皆さんもうみんなほとんどの人がエアコンがありますけど、エアコンはもう28度でつけっぱなしの方がいいですね。冷房28度つけっぱなし、うん、僕除湿しちゃうんですけど、除湿はあの温度が下がりすぎますので、下がりすぎてしまうんですか、うん、それも良くないですね、28度ぐらいがいいですね。実際に先生がやっている睡眠法を聞いてみると、僕はね、まあ、アイスパッドあるじゃないですか、はい、あれを頭につけて頭間即熱といいますか、頭にそのパッアイスパッドを置くとかですね。そうそうそう、エアコンはまあ28度でつけっぱなしで寝てますね、はい、ちなみにストレッチをするっていうのはいかがですか？まあ、軽いストレッチはいいと思いますね。激しいストレッチじゃなくて軽いストレッチとか読書とか、寝る前に自分のルーティンを作るっていうのは重要ですね。リラックス効果があると思います。伸びてる、すっごい伸びてます、この辺。そうです、この辺ですね。伸びてる、すっごい伸びてる。さあということで国体道路沿いにあるストレッチ専門店、こちらでは現在ストレッチでの快眠プロモーションを実施中。今回は特別にお家でできる簡単ストレッチを教えてもらいました。まず仰向けにてもらって背中のストレッチをお伝えします。はい、背中のストレッチですね。足を膝で曲げます。はい、足を膝立てる、はい、右足このまま、あ、これ気持ちいいっすね。このまま倒すんですか？はい、倒す。これ気持ちいいっすね。あ、すっごい伸びる。で、ポイントは、はい、手はちゃんとまっすぐ、手はまっすぐ平行になるようにして、はい、余裕があれば顔を伸ばしてる方の反対側を向けます。こうか。この状態で4秒間鼻からゆっくりと息を吸って8秒でゆっくりと吐き出すと、で逆側も同じように左右3セット、うん、背中とか腰の筋肉がほぐれて1日の疲れをリセットしてくれるんですね。次は首から背中をまず座ってもらって、はい、ちょっと足を開けます。ちょっと足を開いて、はい、でこのまま頭の後ろに手をくっつけて、このままおへそを見るような感じ、ね、あ、伸びる。同じように4秒8秒、8秒です。首の周りの筋肉が緊張していることによって呼吸が浅くなりやすかったりもするので、そういうところを伸ばすと結構睡眠の質が上がりやすくなります。首でも凝ってる人多いもんな。快適な眠りに欠かせないのが寝具選び、はい、なんと江戸時代から続くというこちらのお店で熱帯夜を乗り切るための寝具について伺いました。寝具は素材なんですよ。お、結構素材で体感の温度が変わってきます。教えてくれたのは睡眠環境寝具指導士という資格を持つ遠山店長です。よく
クール商品というか、はいはいはい、ありますよね。ああいうのはだいたいひんやりするんですけど、素材が天然素材じゃないものはだんだん蒸れてきたりするんです。そうすると最初は気持ちいいんですけど、時間が経つとなんかもわっとしてくる感じですね。河川の洋服がちょっと夏もわっとしたりしやすかったりするんです。はいはい、そんな印象はあります。ありますよね、はい。そこで一押しだというのが天然素材、特に麻 100% の寝具が最適なんだそうです。麻がいいんだ。へえ、これ麻なんですよ。熱を逃がしてくれるので冷たいんです。ひんやりするぐらいありますね。想像よりも涼しい。そうですよね。ちょっとびっくりするぐらいっていう感じ。麺とかよりもさらに吸湿放湿性がいいので、寝てて汗かくじゃないですか、はい、あれも吸湿して外に逃がしてくれるんですよ。この麻 100% のシーツ13,200円とね、ちょっとお値段張るんですけども、ね、同じ麻 100% でお値段およそ半額のこちらのシーツと比べてみると、はい、その差は歴然だったんです、全然違う全然違うんです、はい、早いな全然違う、はい、同じ天然繊維の麻でも種類で違うんですよね。麻の目の粗さとか吸湿放湿性がやっぱり同じ麻でも違うんですね。